今年の春の東京六大学を制したのは明治大学でした。23日、立教大学にサヨナラ勝利を収め、6期ぶり41回目のリーグ優勝を収めました。今回はそんな明治大学の戦力を徹底紹介し、より大学選手権が楽しみになるような動画です。まず、最も活躍を見せたのは宗山選手ではないでしょうか。広陵時代は2年生春に選抜を経験。当時からドラフト候補として注目されていた宗山選手は、明治大学入学後、1年生春でホームランを記録。1年生秋には打率3割7分8厘をマーク。そして今年の春は打率4割2分9厘、3本塁打13打点と、3部門で高水準の成績を残しました。社会人対抗戦、リーグ戦ではこの打撃。そして守備も軽快です。ピンバッジ交換サービスは行っておりませんので。何より注目なのは爽やかな容姿。間違いなく24年まで東京六大学のスタープレーヤーになる選手ではないでしょうか。そして3年生の上田選手はなんと15打点。上田選手は1月の練習から明らかにレベルが違いました。世界人対抗戦ではホームラン。レベルの高い相手にも結果を残せる技術がありました。そしてリーグ戦では勝負強さを発揮しました。山田選手は打率3割に到達。高い打撃技術でハイレベルな東京六大学の投手を攻略する姿は見応えがありました。伊能選手は昨年の秋、打率4割を達成し、強打の捕手として活躍してきました。今シーズンは苦労していましたが、最後は優勝を決める犠牲フライ。大学選手権では自慢の強打は発揮できるか注目されます。長男選手もリーグ戦後半で活躍を見せ、存在感を示していました。投手陣はリーグ1位となるチーム防御率 2.27 を記録。その中心が2人の3年生投手です。まず1戦目を任されていた牧田投手は防御率 1.90、 4勝をマークしました。第2戦を任されていた村田投手は、春日部共栄時代、2年生秋に関東大会準優勝を経験、先発も経験しました。今季は第2戦の先発を任されるまでに成長しました。防御率 2.20、 5勝と好成績。この5勝は五大学相手に挙げたものとなっています。その他の投手陣では、速球派左腕の松島投手は高校時代、中日の高橋宏斗投手と共に活躍していた投手でした。また、4年生投手の高山投手もリリーフとして力投を見せ、勝利に貢献しました。
山高山。大学野球は4年生の力が重要と言われていますが、4年生が勝負強さを発揮したシーズンとなります。主将を任された村松選手は怪我のため欠場が続きましたが、リーグ後半から復帰しました。村松選手はベンチワークに徹し、チームを盛り上げている姿が印象的でした。また他の4年生の活躍も素晴らしく、日置選手は早稲田大との第3戦ではタイムリーとなるスリーベースを放つなど存在感を示しました。西山選手は立教大との第1戦で9回の同点タイムリーを放ち、引き分けに持ち込み活躍を見せました。また明信選手は推薦ではなく付属上がりの選手で、努力して1番センターを勝ち取った選手になります。全学年が結集した明治大学、1月の取材では村松主将はこう語っていました。いろんな選手が集まっているので、学年関係なしにレベル高い選手がいて、やっぱりそういう選手が出てくるとすごいレベルアップにもなるんで、チームの成長につながると思いますし、まあ、どんどんいろんな選手が代表として出てきてくれればそれが一番いいと思うので、先輩後輩関係なしでそこはいろんなことを共有してやればそれが一番いいと思うので、まあ、そういうチームになりたいなと思います。上手くなるためにはいろんな感覚だったり、そういう他の人の感覚を取り入れていかないとやっぱダメだと思うので、自分の感覚だけでやらずに他の人の感覚も聞いてやることが一番いいかなと思います。全学年で刺激あって上達する明治大学、また先輩が技術が高い後輩から学ぶ姿勢もありました。目指すは3年ぶりの大学日本一。初戦は2日目の第3試合、流通経済大学と神奈川大学の勝者と対戦します。